さん。今日は、うん、かいかい。うん、はい、始めるよ、ラビー。はい、2022年9月13日。さすがくーちゃん、今日は火曜日。ハシボソガラスのラビちゃんと、さっきお返事してたのはハシボとガラスのクッピー、そして支援の試練です。てわけでラビー、うん、今日オープニングカラスだったね。うん、すごいラビー。このハシボソさんはこの頭を上下にね動かしながら、うん、ガーガーって鳴くんだよね。うん、ラビー、まあ、ラビちゃんめったにカーカー鳴きません。うん、ふにゅ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 。というわけで今日はですね、久しぶりにラビちゃんね、ラビちゃんのお魚屋さんでね、まあ、ラビはおもちゃ、魚いっぱい持ってるんですけど、もう数えたことないけど多分30個以上あるね、きっとね。うん、そんなにはないっけ。一回数えたんだけど忘れちゃった。というわけでラビちゃんに新しいお魚、この間ね、生ライブの時にうっかり映っちゃったんだ。じゃーん、錦鯉。うん、なんか外の野良バトさんが一斉に逃げた。大丈夫かな。はい、どうでしょう、ちょっと大きかった。もうそんな怖がってないね。でね、これね、この錦鯉動くんだよね。多分動かしたら怖がると思うんだよな。ねえラビー、ちょっと動かしてみる？もうちょっと遊んでからにする？ちょっと動かしてみようか。ラビー、止まっちゃった。早っ、充電切れるの早っ。早っ、ちょっと動いただけで止まった。うん、また充電しなきゃ。でも大丈夫かな、まあ、口コミも微妙だったんだよな、これね。でもあの充電できるので、もう一回充電しとこう。でもあんまりすぐ止まっちゃった。でもそんなに怖がってはなかったので。ただなんか怪しいよね、こういう中のものとか。多分カラスのね打撃力、猫だったらね噛みついてふがふがしたり、爪もそんなね突き刺さったりとかはちょっと引っかかる程度で、中まで貫通したりっていうことはないと思うんですけども、カラスのくちばしでガンガンってやったら多分この中のものはすぐ壊れちゃうと思うんだよね。でもとりあえずこんなに自分の体ぐらい大きいものでも、不思議とねラベちゃんはねお魚は怖がらないんだよね。お魚は平気なのに、こないだのスイカはねダメだったね。ノノラがスイカ大丈夫だったので。あ、ちょっと動いた、動いた。
ラビ生きてるよ。わあ、止まっちゃった。なんかラビがつくんってしたらちょっと最後の振り絞って動いたね、ラビ。でも全然ラビちゃん大丈夫だった、意外にも。これクーちゃんは怖がるだろうな。というわけで、ノノラに、ね、フルーツをね買ってあげたんですけども、ラビちゃんフルーツどうか、大きなねスイカはダメだったので、ちょっとちっちゃいオレンジとキウイを買ったので、ちょっとそれを持ってこようと思います。というわけで、ニシキゴイは今充電中で、ラビタン、ほい、これピンクグレープフルーツかな。もう外がやけに黄色い。ほい。あんまり好きじゃないんだよね。でこれキウイフルーツ。ほい。いやもうこんな丸いのに比べたらさ、さっきの錦鯉の方が怖いと思うんだけど、あれは平気だったけど、これちょっと警戒してますね。ダメ？考えてるね。ダメかな？やっぱラビはお魚がいいんだね。これダメ？ほい。ああ、怖いの。ええー、これ怖いの？うん。ああ、怖い。なんでだろう。もう、こんな、なんかもう ほぼボールのようなものなのに、これは怖い。で、あの錦鯉の方がちょっと得体が知れなくて怖いと思うんだけど、ラビちゃんにとってはこのお魚のこの形はみんなおもちゃなので、うん、錦鯉も大丈夫だった。意外。しかもあんな動かしたらきっと飛び上がって驚くかと思ったのに、全然平気だった。なのに、いや、キウイは、キウイもダメ。ほい。ダメ。ダメ。怖いね、ラビね、ラビ、おばね長いね、おばね長いね。ダメでしか。うん、ダメでした。やっぱラビちゃんはお魚屋さんなんだね。フルーツはじゃあ、ノノラ担当で、ノノのところに持ってってみるね。